あるゴールはこの田上大地でした。今日の最終節、その田上がまたゴールを決めました。さあ今度は清水さん、ゴールだ。また入った。面白い展開になってきた。金子が自身の目標にしていた2桁得点、清水3対3同点。いやここもね、ドーグラス選手のやっぱり突破からですよね。で入り方がうまかった。ここ一回ファーにね、行くんですよ。で、はい、そこからタイミングよくディフェンスの前に入ってくる。この動き、駆け引きでまず勝負決まってますよね。清水はこれで今シーズン北川光也、ドーグラス、そしてこの金子翔太、3人が2桁得点を記録しました。チームとしては1998年の